やっほー、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。世界には存在だけが知られていて、まだ目撃されたことのない生物がいる。急にどうしちゃったのよ。ロマンがあると思わない？こういう生物の中でも最も謎に包まれているパレオディクティオンというやつがいるのだ。申し訳ないけど全く聞いたことがないわね。パレオディクティオンは5億年前のカンブリア紀から存在し、なんと現代にもいるとされているのだ。しかしその姿を見た者どころか彼らの正体を知る者すらいない。待って、じゃあもしも本気で探したら私でも見つけられるかもしれないってこと？そういうことなのだ。それだけ珍しい生物なら見つけたら大発見よね。そういうことなのだ。ズンダモン、今回はそいつを解説しなさい。言われなくてもそのつもりなのだ。というわけで今回はパレオディクティオンの特徴や謎について説明していこうと思うのだ。さっきも少し説明した通り、パレオディクティオンはその姿形を確認できたことがない生物なのだ。でもその生物が存在しているってことは分かっているのよね。そうなのだ。パレオディクティオンの存在は聖痕化石によって証明された。またパレオディクティオンの最初の記録はレオナルド・ダ・ヴィンチが残しているのだ。ダ・ヴィンチコードみたいだわ。彼が約40年間にわたって書き綴ったノート、レオナルド・ダ・ヴィンチスコの中のパリスコというパートの1ページには彼が見た海星化石のスケッチが多く残っている。その中に蜂の巣状に並んだ奇妙な六角形のスケッチが残っていた。古生物の研究者たちはこのスケッチこそ得体の知れないパレオディクティオンの聖痕化石が最も古くに観察されていた記録だと考えているのだ。でもレオナルド・ダ・ヴィンチって芸術家よね。これも正直落書きみたいに見えるし、このスケッチがそこまで研究者に注目される理由がわからないわ。彼はイタリア・ルネッサンス期を代表する天才芸術家で、モナリザ・最後の晩餐は有名な作品なのだ。またビトルウィウス的人体図などは誰もが教科書などで見たことがあるんじゃないかな。全部知ってる有名な絵画だわ。実は彼の作品は多くは残っていなくて、完成した絵画自体は20点ほどなのだ。ルネッサンス期で名が知られていたミケランジェロ、ラファエロと比べるとそこまで知名度は高くなかったらしい。あら、なんだか意外ね。だけどルネッサンス期から3世紀後の19世紀にこのレオナルド・ダ・ヴィンチの思考が研究され始め、彼が残していた資料の幅広さ、そして深い知識が注目され、天才として知られるようになったのだ。この思考ってそんなにすごいものなの？彼のアイデアは地理、解剖、建築といったさまざまな分野に至っていたんだけど、現在はバラバラになって行方がわからなくなり、全て残っているわけではない貴重なものなのだ。それは残念だわ。彼の残したこの思考は貴重で価値のあるものなのだ。パレオディクティオンの化石の謎については多くの古生物学者たちが分析している。その結果、これは海底にたまった緩やかな堆積物の中に住んでいる動物が生み出した閃光の跡だと考えられているのだ。閃光っていうのは何なのかしら？閃光とは端的に言うと穴のことなのだ。木材や石、サンゴや貝殻などの固形物に穴を開けてその中で生活する動物がいる。その動物が開けた穴が閃光と呼ばれているのだ。ってことはさっきダ・ヴィンチが描いていた六角形のスケッチはパレオディクティオンの住んでいた穴なのね。そう、あれはパレオディクティオンの聖痕化石だったとされているのだ。パレオディクティオンの残した六角形の聖痕化石は5億4200万年前から4億8000万年前のカンブリア紀まで遡って見つかっており、現在も似たような構造が海底で作られている。そうなのね。だけどそれでもこの六角形を生み出している動物の正体は分かっていないのだ。ぶっちゃけこの六角形は聖痕化石だということになってるけど、体の化石だという可能性も捨てきれていない。研究者たちが調査を進めているけど謎が多く残っているのが現状なのだ。そういえば聖痕化石って何なのかしら？聞きなじみのある化石という用語だけど、実は化石は2種類に分けられているのだ。博物館などでよく見る恐竜やアンモナイト等の体の化石は耐化石という種類にあたる。この耐化石は生物の死骸の一部が壊れたり分解したりせずに地層の中に保存されたものなのだ。化石ってそういうイメージだったけど、そうじゃない化石があるのかしら？それが聖痕化石なのだ。
これは昔に生きていた生き物の生活の跡が地層中に保存され化石になったものを指している。例えば足跡や糞の化石、そして巣穴なんかがこの生根化石として残りやすいのだ。じゃあ私がお布団にくるまってて、それがそのまま地層の中にきれいに保存されたら、これも生根化石ってことになるのかしら。うん、メタンの体も化石になっているから、この場合だと生根化石と耐化石のどちらでもある化石にあたると思うな。生物の化石だったとしても、その上に生物の活動の痕跡が残っているものは生根化石にもなるのだ。例えば他の動物に噛まれた跡がある生物の化石は、その生物の化石であると同時に捕食者の生根化石になる。例の六角形の化石はパレオディクティオンの生根化石だと考える研究者が多いというわけなのだ。なるほどね。唯一見つかっている化石が生根化石だなんて、なんだか手がかりが少なそうに感じるわね。実はそうとも言い切れないのだ。体の化石はその生物の形を伝えてくれるけど、活動や生活の様子を復元するのはかなり難しい。それに対して生根化石はそれを補ってくれるのだ。耐化石だけでは理解しきれなかった複雑な仕組みが、生根化石と比べることによって役割が判明されたという例もある。そうなのね。過去には大型の恐竜は体重を支えるために生活の半分を水中で行っていたという説があったが、主に陸上で活動したということがわかる足跡の生根化石が見つかっている。大昔に恐竜がどんな生活をしていたかには多くの説があるけど、この発見は大きな影響を与えているのだ。確かに生物の骨や化石だけを見てどんな生活をしてたか考えるって難しいわね。また遠くの土地で死んだ生物の遺骸が全然関係ない土地に運ばれてきて、そこで化石になることもよくあるため、体の化石はその場所にその生物が存在した証拠としては少し弱いのだ。一方この六角形のような生根化石は、その生物が確実にその場所で活動していたという証拠になる。私の化石は海外で見つかるかもしれないけど、私の家の化石は日本でしか見つからないものね。メタンはやたら化石になりたがるね。どうせ死ぬなら記録に残りたいじゃない。とにかく生根化石は非常に重要なものなのだ。だけど生根化石は生物本体じゃないから、その正体の判断は難しくなっている。生根化石を残した生物本体と一緒に化石になってくれていると簡単なんだけど、そんなラッキーなことはなかなか起きない。だから生根化石が見つかると、現代を生きる生物の活動の痕跡と見比べて似ている生物がいないか探すのだ。そしてそれを頼りにしながら当時の生物相と比べて判断する。このような方法に頼らざるを得なくなっているのだ。それだと勘違いでミスをしちゃったりしそうね。この方法を取るとき、現代の生物について詳しい人に知識を仰ぐことになるんだけど、現代の生物に詳しいのはもちろん生物学者なのだ。そりゃそうよね。でも生根化石を調べているのは古生物学者だから、この2種類の学者の間でズレが生じてしまうことがある。古生物学者にとって大事なことが生物学者にはそんなに大事に感じなかったりするってことかしら。その通りなのだ。例えば古生物学者が細長い穴の化石を見つけて、これはミミズの巣だったんじゃないかと思っても、生物学者はミミズの巣穴の詳しい形なんて知らない。だから巣穴に石膏を流し込んで巣穴の形を写し取る研究方法もあるのだ。すごい。さてこのようにしてパレオディクティオンの化石、おそらく生根化石は残っているわけなんだけど、これは古代に海底だった地層から発見された。この化石を詳しく説明すると、細いチューブがハニカム状または多角形状に網を形成している形になっている。このハニカムの大きさは数センチであるものがほとんどなんだけど、中には数ミリのものや10センチを超えるものもあるのだ。ちなみにパレオディクティオンは古代の網という意味を持っている。大きさに結構ムラがあるのね。ところでハニカムっていうのは何なのかしら。ではここからはハニカム構造について解説しよう。ハニカムというのはミツバチの巣、ハニーカムという意味があって、そのままハチの巣が由来になっている。てっきり恥ずかしがり屋なのかと思っていたわ。そのハニカムとは関係がないのだ。ハチの巣のように六角形を敷き詰めた構造はどの世界においても何かと都合がいい形になっている。どんな風に都合がいいのかしら。同じ形と大きさの図形で平面を敷き詰めることを想像してほしいのだ。
ただし2枚以上の図形が重なる場所だったり、反対に1枚も図形が乗らない場所は出ないようにする。このような敷き詰め方は数学的に言うと平面重点という問題における繰り返し模様を考えることと同じなのだ。同じ図形を繰り返すことで描かれる模様は実際にアートの世界でも多様されていて、マウリッツ・エッシャーの作品でも身近なところだと見ることができる。つまりどういうことなのかしら。最も単純な図形として正多角形を考えよう。例えば正三角形や正方形であればみっちりと敷き詰めることが可能だけど、これは全ての正多角形でできることじゃない。正五角形は敷き詰めても平面にぴったりと収まらないのだ。じゃあどんな正多角形の時ならうまく敷き詰められるのかしら。このことについてはピタゴラスによって次のような事実が証明されているのだ。平面にぴったり敷き詰められる正多角形は正三角形、正方形、正六角形だけ。なんと意外にも3種類しか存在していなかった。なるほど、そうだったのね。また構造の丈夫さも注目すべきポイントなのだ。実はこの敷き詰める形によって構造物の頑丈さが全く違ってくる。さっき例に挙げた平面敷き詰めの一つ正方形を敷き詰めた場合を想像してほしい。これはパッと見だと問題がなさそうだけど、一定の向きから力を加えてみると一気に崩れてるのだ。正方形の厚紙で四角い部屋のタワーを作ると斜めから押さえると潰れてしまうよね。確かにそうだわ。それと比べて正三角形と正六角形で作られた構造物はぺちゃんこにならない仕組みになっている。こんな風に壊れやすい構造とそうじゃない構造が存在するのだ。ハニカム構造について分かってきたわ。そして力の分散についても面白い特徴がある。内側に力が何かしら加わった時、力はどこかに伝わっていくよね。そういった時、例えば正三角形で作った構造物だと、それぞれ3方向の辺に力が等しく分散される。正方形の場合だと4つの辺に力が同じように分散されるのね。そうなのだ。そして一定の力が加わった時に、小さく全体に散らしたいなら辺の数が多い方が有利になる。円の場合だと円自体を正無限角形と考えることができるから、力の分散という分野においては最強の存在になる。最強の正無限角形だけど、平面にぴったりと敷き詰められる多角形の中だとこの正六角形が最強なのだ。ぴったり敷き詰められる、丈夫、力を分散できる、この3点においてハニカム構造は強い図形なのね。実際にこの名前の語源にもなっている蜂の巣の構造は巣として最適な形をしている。どれだけ多くの部屋をどれだけ丈夫に作れるかというところが蜂の巣を作る上で重要だから、蜂たちは潜在的にこのことを知っていることになる。自然界に隠されている数学的背景や構造は美しいのだ。こんなにすごい形を経験や本能で選んでいる蜂はすごいわね。そして今回の主役であるパレオディクティオンもこのように最強のハニカム構造を選んでいる。もしかしたらパレオディクティオンも蜂みたいにたくさんの個体が一つの巣に住んでいたのかも。その可能性もあるかもしれないね。パレオディクティオンのハニカム構造の化石は古代に海底だった地層から発見されたんだけど、この経緯も面白いのだ。そういえばスケッチにもあったみたいによくあんな小さい六角形を見つけたわよね。まあ説明していくのだ。1976年とあるアメリカの研究チームが大西洋中央海嶺で行った海洋調査で、水深3500メートルほどの海底を撮影することに成功した。そのチームの一員であり海洋学者でもあったピーター・アーノルド・ロナさんは不思議なものを見つける。それがパレオディクティオンの巣だったのね。その時撮影した写真の中に直径 2.4 センチから 7.5 センチほどの六角形が規則的に配置されている小さな黒い点を発見した。しかもそれは複数あって、数百枚の写真にほとんど同じものが数千個も写っていたのだ。どの写真を見ても謎の六角形が。それは嫌でも気づくわね。ピーターさんたちはびっくりしただろうね。しかもその六角形が一体何なのか研究者たちはさっぱりわからなかった。そりゃそうよね。発見の後、この奇妙な写真の分析依頼を受けたのはドイツの古生物学者アドルフ・ザイラッハーさんだった。彼はこの謎の六角形こそがそれまで化石でしか発見されていなかったパレオディクティオンの現代の巣穴だと思った。しかもパレオディクティオンは絶滅したと考えられていた生物だったから、
これが現在も生き続けているなら大発見なのだ。古生物学者のアドルフさんはピーターさんにこのような見解を訴えた。アドルフさんも嬉しかったでしょうね。またアドルフさんはこの黒い点を堆積物に開いた穴だと考えた。そしてこのパターンの下には化石と同じようなハニカム構造がうずもれていると推測した。じゃあ巣穴をひっくり返したらいるかもしれないわね。その後1999年に海洋学者のピーターさんが潜水探査艇を使った海底調査を行った。その末に海底の堆積物から六角形のパターンのサンプルを無傷で回収することに成功したのだ。そしてあの時写真で黒い点として写っていたものは小さな穴だったということがそのサンプルから判明した。アドルフさんが推測した通りの結果だったのだ。やったわね。ピーターさんは六角形を作った生物を探すためにサンプルをふるいにかけたけど何も発見されなかった。そしてその時ふるいにかけたことで六角形のパターンが失われてしまって、アドルフさんが予想していたハニカム構造はとうとう確認できずに終わってしまったのだ。あらら、でも仕方ないわね。その後はどうなってしまったのかしら。ピーターさんが発見した六角形のパターンがパレオディクティオンの現代の巣穴であるという、アドルフさんの見解が示されてから25年後、2003年、ピーターさんとアドルフさんによる六角形のパターンを撮影するための海底調査が、潜水探査艇を使って行われた。かなり時間が経ってしまったのね。ピーターさんとアドルフさん、頑張って。前回の反省を生かし、この調査では新たに穏やかな水流を出すホースを導入した。このホースを使って表面に堆積した砂などを水流で優しく取り除いていったところ、小さな穴で形成されていた六角形のパターンが消えて、アドルフさんが予想した通り化石と同じハニカム構造が現れたのだ。この発見はパレオディクティオンのハニカム構造が約5億年前からほとんど同じ姿を保ったまま現代まで作り続けられていることを明らかにしたのだ。ピーターさんとアドルフさん、これは大発見なのだ。この時に採取された巣穴のサンプルはもちろん詳しく調査されていった。チューブの外側には原生生物の DNA がいくつか見つかったんだけど、残念ながらチューブの内側には生物の痕跡や DNA などは見つからなかった。パレオディクティオン、なかなか見つからないわね。また調査が進んでいくと新たな発見があった。ピーターさんが最初に見つけた小さな穴は巣穴から垂直に伸びるパイプの開口部だということ。中心部に存在しているパイプは構造的に周辺部のパイプよりも少しだけ高い位置にあるということなど、構造に関する新発見があったのだ。このような構造のおかげでチューブ内の水が循環していて、パイプの開口部分から入ったプランクトンなどを巣穴の生物が捕食する可能性が考えられている。なるほどね。またこの調査の前の1994年に提唱された説だと、パレオディクティオンは大きな単細胞の原生動物であるクセのフィオフォーラの一種オックルタンミナが形成するからと同じであると言われているのだ。だけどパレオディクティオンのハニカム構造はこのオックルタンミナよりも規則性が高いから直接的な証拠が得られていない。うん、なかなか難しいわね。じゃあ結局のところパレオディクティオンの起源は分かっていないということかしら。実は1970年以降、北極圏以外の全ての海底でパレオディクティオンの現代の巣穴が発見されている。この発見場所にはある共通点があるのだ。どんな共通点なのかしら。活発な熱水噴出孔と活動を終えた熱水噴出孔の両方、発散型境界に沿って堆積物がゆっくり積もる場所である。このような共通点が確認されている。発散型境界、これはプレート同士が遠ざかっている境界のことで、海嶺と呼ばれる山脈状の地形を生み出しているのだ。なるほどね。パレオディクティオンの現代の巣穴を作り出すと言われている生物はパレオディクティオン、ノドスモというふうに命名されてはいるんだけど、やっぱりこの生物は今まで一度も発見されていない。パレオディクティオンの起源は未だ謎に包まれているのだ。生きているか絶滅しているかすらわからないなんて。パレオディクティオンの謎を解明するにはクセのフィオフォーラについても知る必要がある。さっきパレオディクティオンが形成するからと同じって言われていたのがクセのフィオフォーラよね。そうなのだ。似ている生物だから何かヒントが得られるかもしれないわね。クセのフィオフォーラは体長数ミリから数十センチの大きな単細胞の原生動物なのだ。こいつは世界中の海、
特に深海平原でたくさん見られ、外来物を膠着して作った殻を持っているのが特徴なのだ。単細胞生物にしては大きいことから、1889年当時は海面だと考えられていた。その後、1970年に海面から混属虫、遊郭アメーバへと移されていって、現在では原生動物における独自の分類群として認識されている。紆余曲折あったのね。クセのフィオフォーラは壊れやすい生物であると同時に実験室で育てることが困難だったため、研究が非常に難しくなっているのだ。1883年、イギリスの古生物学者であるヘンリー・ボーマン・ブレイディさんは、深海の他の海洋生物の中にクセのフィオフォーラを発見した。あら、生物の中にもいたのね。その後、それを有孔虫と呼ばれる原生生物に分類した。この有孔虫というものは単細胞生物と大きく異なった性質を持っていたから、クセのフィオフォーラ独自の属性に分類したのだ。単細胞生物は保護シェルを生産して藻類のように構成していく。一方、有孔虫のほとんどは崩壊石もしくは石灰岩からシェルを作るのだ。クセのフィオフォーラはシェルを持っていたから、ブレイディさんはこの小さなシェルを生み出すのはこいつより古くて巨大な形態なんじゃないかと考えた。そして単一の細胞がとっても巨大だということが判明したというわけなのだ。大きいってことは分かったけど、実際どれくらい大きいのかしら。一般的なサイズのクセのフィオフォーラの細胞を人間の細胞の大きさと比べたとき、その大きさは1000億以上の人間の細胞と同じ値になる。でかすぎるわ。地球上になんでそんな巨大な細胞が存在するのかしら。実はクセのフィオフォーラは少しごまかしていて、巨大な細胞内にたくさんの核を持っている。核は細胞の一部だから、何になるべきか、何をすべきか、どこに行くのかなどを指示する役割を担っているのだ。そしてほとんどの細胞は1つまたは2つの核しか持ってないから、特定の役割に限定されている。肝臓に肝細胞があったり、腎臓に肝臓細胞があるみたいに、細胞が様々な機能を果たすためには異なるタイプのものが必要になってくる。もっとわかりやすく言うと、つまりクセのフィオフォーラは核を何千個も持っていて、一つの細胞が生き残るために必要な全てのことを行うことができるのだ。お、めちゃくちゃすごいじゃない。だからクセのフィオフォーラの人生はかなりシンプルであるとも言える。いい場所を海底の砂や岩の上に見つけて、ただひたすら待つことがほとんどなのだ。有孔虫の多くとは違っていて、クセのフィオフォーラは自分のための硬いシェルを作ることはない代わりに、スカベンジャーとなるのだ。スカベンジャーって何なのかしら。スカベンジャーは動物の死骸を食べる動物たちを指す英語で、海底に沈んだ魚やクジラなどの生き物を食べるオオグソクムシやヌタウナギ、カニなどがいる。ふむふむ。クセのフィオフォーラはスカベンジャーとして砂の上にとどまって、汚れや動物の死骸、岩やミネラルが自分の上か近くに来るのを待つ。そして糞で作ったセメントを使ってその全てを合体させているのだ。だからクセのフィオフォーラは基本的に死んだ動物の皮と自分の糞で覆われている環境で生活している。人間で想像すると恐ろしいわね。だけど奇妙なポイントはこれだけには収まらない。もしかするとクセのフィオフォーラは放射能を持っているのかもしれないのだ。それってめちゃくちゃ危ないじゃない。研究者たちはクセのフィオフォーラを数種類見つけているんだけど、その見つかった場所によっては非常に高いレベルのウランやラドンのような成分をシェルに有していると分かったのだ。未だにその理由はどの研究者も理解していないけど、クセのフィオフォーラは金属を吸い上げる場合、スポンジのような働きをすると考えられている。それはまたシェル内に高いレベルの水銀と硫酸バリウムが存在する理由になるかもしれない。このクセのフィオフォーラが形成するからこそがパレオディクティオンと似ているかもしれないのね。そう、もしかしたらパレオディクティオンもこのような性質を持っているかもしれないのだ。うん、だとしたら謎は深まるばかりね。2012年、アメリカ最古の女子大であるマウントホリオーク大学の古生物学者マーク・マクメナミンさんは、ネバダ州とメキシコの前期カンブリア紀のパレオディクティオンの化石を発見した。それは5億4000万年前の石灰岩にあったのだ。この時代から複雑な生物が化石の記録に出現しだして、それが多様化していったと言われている。あら、そうなのね。その時発見された化石は閃光であるように見えた。
それぞれが直径数十マイクロメートルで約2センチメートルの群れを形成していたのだ。マクメナミン酸を中心とした研究者たちはこれを細かく観察してあることに気がついた。この線香分の一部が直径250から500マイクロメートルの有機物ペレットを切り開いていたのだ。この大きさは線香を作った動物が生成したにしては大きすぎることになる。ふむふむ。だからマクメナミンさんはこのように考えた。未知の生態動物がペレットを置き、一抱え分の卵の周りに巣を作ったが、その卵は化石化しなかった。そして孵化幼生はその後細菌によって分解されたペレットの中の有機物質を食べたのではないか。彼はこのように話していたのだ。孵化幼生は巣内を食べ進んでいくと化石記録に保存された線香が残ったのだ。うん、確かにそれもありえそうね。もしもこの説が本当だったとするならば、レオナルド、ダヴィンチや現代の研究者たちが六角形の複雑なパレオディクティオン線香を作り出した動物を見つけられない理由になる。そしてさらにマクメナミンさんの考えによると、この六角形は孵化幼生が作った線香であり、線香が占有される期間は比較的短いから、これが動物が内側で死んで化石化する確率を狭めていることにつながっているとされた。これで一つの謎がやっと解明されたわね。いや、実は一つのある問題が残ってしまっている。マクメナミンさん曰く、線香を作った軟体動物よりこの線香が化石化しやすいことが分かっているのだ。彼はカンブリア紀の標本の中からその化石を探す計画を立てているけど、それが終わるまでは誰もこの巣についての仮説を確かめられない。ふむふむ。そして未だに人類は 5% ほどの海しか探索できていないと考えられているのだ。だからこの深い海の底にはまだまだ常識を超えた不思議な生物がいても、なんだおかしいことはない。大変そうだけど、いつかこの謎が解ける日が来るのかしらね。現在出ている仮説と全く違う現実が待っていたりしてね。ということで、今回は未知の生物パレオディクティオンを解説したのだ。現代にいるかいないかすらわからないパレオディクティオンだったけど、少しの情報からいろんな考察がされていて、その根拠を合わせて聞くのが面白かったわ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。